のんびりと風の力で進むのだから、帆船と魚たちとの触れ合いはいろいろあるように、船の最前部バウスピリットのネットはカツオを釣るのに絶好の場所、また船尾から毛針を流しビンチョウマグロを引っ張り上げもする。時としては魚の方から船にやってくる。恐ろしい何者かに追われたトビウオが飛び込んでくるのだ。ただこの魚口が尖っているため突き刺されると大変である。これらの魚はいずれも夕食のテーブルを賑わわす。遠洋航海に出るとよく密航者ならぬ密航帳をマストに見つける。帆船にはこれら鳥たちに格好な泊まり着の代用品がたくさんあるからだろうか。シギ、カラス、タカ、その他名も知らない小さな鳥たちは日中は船の周りを飛び、船員や学生からビスケットをもらう。そして夜はマストに翼を休めている。1972年1月ハワイからグアムに向けての航海に便乗した鳥はフクロウ。彼は船での食物の王様コック長の手下となり、お味見係を務めていたようだ。ところがこれら航海中人々のペットとなり大切に保護された鳥たちもあと2日ほどで入港という時、まだ島影も見えないのに正確に陸地の方向を目指しさよならも言わず一直線に飛び去っていく。紀元前、人々がまだ陸地を見ながらしか航海できなかった時代、船に鳩を積み込んでいたそうである。そして陸地を見失って困った時鳩を放した。鳩が飛び去っていく方向に陸地があるという大昔の航海術である。